鈴木ザヨン、ファンの声に対する本音がこちら。日本代表 GK 鈴木ザヨンが1月22日、ドーハ市内で練習に臨み、取材に応じた。アジアカップグループリーグ第1戦ベトナム戦4に、第2戦イラク戦1-2で先発出場。批判的な声が集中していることに対して、差別的な発言を控えてほしいと訴え、こう続けた。日本代表の GK である以上、失点敗戦というところでは高いレベルを求められるのは十分にわかっている。自分としてはそこは受け入れながらも次につなげれば問題ないと思っている。たくさんの声があるというのも自分自身知っている。その中でも、やっぱり SNS を通してあった差別的な発言は控えていただきたいなと思います。でもそこに負けるつもりはない。結果で見返したい。GKって失点すると批判されがちなポジションですもんね。だけど差別的な発言は全く別の問題で、そういうこと言うのは許されることではない。そもそも責められるべきは監督コーチだっていうのにそれもわからぬしれしゃが、プレイ叩くならまだしも、よりにもよって差別発言か。差別的な投稿はサッカー協会の方で提訴した方がいい。ただでさえ気張ってるのに、余計な負担を応援する側の人間が欠けるな。ファンなら後押しするのが務めだろ。批判していいのはプレイ内容だけ。プレイに対する批判はあっても良いと思う。何より鈴木選手が一番わかっている。人種差別的な発言、書き込みには JFA が先頭に立って排除すべき。結果が全てであり、結果が伴わなければ罵倒に近い批判も起こる。罵倒はいいことではないが、プロであればこれからの結果で見返してほしい。差別、ダメ、絶対。ホットな話題から現地の声まで、他とは違った視点で情報発信中です。ぜひチェックしてね。